皆さんこんにちは、白駒ななみんです。毎月書いているバレットジャーナル11月分も書いていきたいと思います。まず用意したのは付箋です。私はいつもノートに直接書く前に付箋などに自分の考えなどを一旦箇条書きにして整理してから書くようにしています。さて今月はどんな月にしましょう。私はまず YouTube に関することを挙げてみました。10月はハロウィン動画がめちゃくちゃ盛り上がりました。11月も引き続きイラストの描き方、工作などいろいろやっていきたいと思います。そして次、秋ならではのお芋、栗、お菓子レビューしたい。ここで誤字をしてしまったのでミノムシさんの登場です。何か秋ならではのことがしたいなと思ったのであげてみました。そして最後、イベントに出れない分 SNS やオンライン上で盛り上がっていきたいというのをあげてみました。オンラインのイベントなどまた告知すると思うので SNS 見といてください。ということでまとまったので目に見えるところに貼って、いよいよノートの登場です。使用するペンはペンテルサインペン黒、あとは私が爆裂推しているペン、ユニボールシグの 0.38mm の黒のボールペンです。それではまずはバレットジャーナルのメインイラストを描いていきたいと思います。口元のほくろがチャームポイントの白クマナナミンとおしば様のオリジナルキャラクターをメインに描いています。毎月今月はどんなイラストにしようかなと考えるのがとても楽しい時間です。11月はまだ秋かなと思ったので読書の秋をテーマに書いてみました。切り株に座って暖かい格好をして読書をしているお二人です。中央には11月と下におしゃれにノーベンバーと書いてみました。メインイラストいい感じです。ペンを持ち替えて細いボールペンで柄や塗りつぶしをしていきます。私はいつも黒一色で描いてしまうのですが、もしバレットジャーナルやってみたいという方がいらっしゃいましたら、カラフルにしてみたりとか、あとは一色だけ色を使ってみるとか、色を使ってみるのも楽しいかもしれませんね。チェック柄、水玉、いろんな柄を描き加えてメインイラストの完成です。バレットジャーナルは手帳なので日付が必要ですね。ここにはマンスリーログという名前の日付を一覧で書いていきます。何月だっけな、毎月バレットジャーナル書いているんですが、何月かの時にここの日付と曜日がちょっとずれてる時がありまして、修正テープでめちゃくちゃ消すという月がありました。その月以降なるべく間違えないように細心の注意を払ってここは書くようにしています。11月は勤労感謝の日がありますね。いつもお仕事お疲れ様ですの感謝の気持ちを込めたオリジナルカード作りとか動画で出したいなと思っているので、ぜひ皆様お楽しみに。それでは右のページにやってきました。11月どういう風に過ごしていく。書いてる時は全く気にならなかったんですが、こう動画で見返すと11月の月の部分、下の部分が短すぎて日みたいになってますが、多めに見てください。はい、それでは初めに付箋に書いた3つの項目を大きく分けて書いていきたいと思います。ここでね、こうイラストをノートいっぱいにバーンと書くのがポイントです。今回は秋らしいページにしたかったので、秋の味覚をふんだんに書いてみました。大きくイラストが書けたらその中に文字を書いていきます。文字を目立たせたいので太いペンで大きな文字で書いています。後ほど細かい情報などは細いボールペンで書いていきます。ここで何を思ったのか誤字をしてしまったので、本日2回目のミノムシの登場。私はいつも
下書きをするのがめんどくさいという理由でペンで一発書きをしてしまうのですが、なかなか修正テープを使いません。なのでいつもこんな感じでミノムシにしてごまかしています。それではここからは細いボールペンに持ち替えて細かいことを書いていきます。いつも YouTube のコメント欄見ておりますので、皆様お気軽にコメントください。この2番目の項目、書いてみたものの食べ過ぎには要注意していきたいと思います。3番目のこちら、本当だったらいつも11月はイベントに出てファンの人たちと交流していたんですよね。今年はちょっと難しそうなので、オンライン上で何かできたらいいなぁと計画しております。それでは右のページ、必要事項が書けたので、あとはボールペンで柄を描いたりとかミニイラストを描いたりして華やかなページにしていきます。こうやって空いたスペースがあったら適当に線をニョロッと描いて葉っぱを生やせばおしゃれ植物の完成です。今回音声で説明してないミニイラストたちもたくさんいるんですが、もしよかったら皆さん動画を見ながら真似して描いてみてください。今月のバレットジャーナルはいつもの月と比べて割とシンプルに描けたかなと思います。所要時間がいつも1時間ちょっとかかってたんですが、今回は40分前後で描くことができました。空いたスペースには落ち葉を描いたりドットマークを描いたり、どんどん賑やかになっています。ちなみに今までのバレットジャーナルの動画は再生リストにまとめてあるので、ぜひ皆さん見てみてください。微妙に空いたスペースには文字を書いてみます。ファイト、いや、たくさん書けるかな、など、このキャラクターたちが喋ってるかのように書くのがポイントです。そろそろこの動画も終盤です。さあ今月はどんな感じで完成したのでしょうか。11月、読書の秋がテーマで、白熊ななみんとお芝様が切り株に座って本を読んでいる様子がメインイラストです。右側には秋の味覚をふんだんに取り入れたページが完成しました。本日の動画はこれにて終了です。よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、白熊ななみんでした。さようなら。